見ちゃった見ちゃった。リツコさんどうされました？あなたパートしてたんだね。お金ないんだね。プププ笑える。はい、働いてますよ。駅前の会員制スーパーで。それが何か？だってさ、うちの地域の奥さんでパートしてるのあなたくらいじゃない？ちょっと民度下がるからやめてもらえる？いや、パートっていうか。言い訳はいりまってん。働いてるのは事実でしょ？まあそうですね。でもあなたに何か迷惑かけましたか？別に私の勝手でしょ？迷惑かけてるわよ。我がママ友会に貧乏人が紛れ込んでちゃ困るから。我がって、別にママ友会ってあなたのものじゃないでしょ。あと他のみんなは私が働いてること知ってますよ。貧乏にアピールして同情引こうとしてんの？そういうのやめてよね。キモすぎ。何を言ってるんですか？その考えがキモすぎです。はあ？とにかく貧乏人はうちの地域にふさわしくないから出て行きなさい。は？マジで言ってます？マジよ、大マジよ。やばすぎですね、あなた。そうやって人を攻撃するといつか自分にも返ってきますよ。はあ？この大金持ちのリツコちゃんに何が返ってくるのよ。私は我が地域ママ友会の女王様よ。怖いものナッシング。おほほほほ。お金持ちなのはあなたじゃなくてあなたの旦那様でしょ。よくそんな偉そうに。旦那の金は私の金、うちはそれで回ってるの。あなたの貧乏テイストはわけが違うのよ、お分かり？よくもまあ悪びれもなく悪口を浴びせられますね。呆れます。悪口のマーライオンか、あんたは。悪口じゃないわよ、事実。おシンガポールも行ったことない貧乏人がマーライオンちゃんを語らないで。とにかくあなたの独断で地域を出ていくようなことはしませんから。私たちもこの地域気に入って住んでますんで。あの小さなマンションね、小人ちゃんが住んでいるような小さいお家でしょ。本当に失礼ですね。お話にならないので失礼します。あら、そう。じゃあ出ていく日が分かったら教えて。はあ。私の名前は沙織、6歳の息子を持つ35歳です。私のママ友の中にはリツコという厄介者がおり、その人は私が会員制スーパーで働いていることを貧乏扱いするのです。リツコは自称ママ友のボスで、スーパーで働いているイコール貧乏と勝手に決めつけています。うちの地域は割とお金持ちの方が多く、専業主婦が多くを占めているので、私のように働いている人間は珍しいようです。意地悪なリツコは私を町内から追い出そうとしており、毎日のように嫌味な LINE が送られてきます。そんな勘違いリツコに事実を教えてやりました。ハロー、ご機嫌いかがかしら。お疲れ様です。元気です。どうされました？お元気で何より。引っ越しの準備は整った？あ、はい、明日引っ越しします。あら、そうなの？やっと私の願いが通じたのね。次に住むお家はどんなど田舎？家賃5000円？なんてね。何か勘違いされてますけど、私たち家を買ったので2丁目のマンションに引っ越すだけです。2丁目のマンション？まさかあのタワーマンションじゃないわよね？はい、そのマンションですが。嘘でしょ。貧乏すぎて妄想を抱いちゃった？いえ、事実です。ま、マジで言ってるの？何度言わせるんですか？マジですよ。よえ、なんであんたたち貧乏家族があんなタワマンに？ありえないんだけど。宝くじ当たったの？またそうやって貧乏って決めつけないでくださいよ。普通に買えたんで買いました。スーパーでパートしてるような貧乏人があんなマンション買えないでしょ。嘘はやめなさい。誰がパートって言いました？え、スーパーだからパートでしょ。安易な考えですね。私、あのスーパーの会社の幹部ですが。え、新規事業拡大においてのアイデアインプットのためにあのスーパーで一時的に研修しています。そうなの？はい、ちなみに主人が経営者です。スーパー修羅丸の？あの大手の？はい、言ってませんでしたっけ？いや、あの、知らなかったです。勝手にあなたが貧乏扱いして追い出そうとしてましたが。そうでしたっけ。いや、失敬失敬。
いや、しかし素晴らしい会社ですよね。どうしたんですか？あんなに偉そうだったのに急に敬語とか。いや、あはは、笑ってごまかさないでくださいよ。あなたは私を差別して町から追い出そうとしていたんですよ。だって知らなかったから失礼ぶっこきました。ちゃんと謝ってくださいよ。子供の時習いませんでしたか？幼稚園からやり直します。わかったわよ。大変申し訳ありませんでした。何をして申し訳なかったんですか？主語は？あなたを貧乏扱いして差別してしまい申し訳ありませんでした。本来お金のあるないで人間の価値を決めること自体間違ってますよ。大いに反省してください。わかりました。ではもう嫌味な連絡してこないでくださいね。失礼いたしました。なんということでしょう。リツコの手のひら返し。お金のあるないで差別をしたり仲間外れにすること自体人として終了してますよね。そんな彼女と私の関係も強制終了したかったのですが、数日後にまたリツコから LINE が。あの、ちょっとお願いが。いきなりどうされました？あなたの会社で私を雇ってくれない？え、なぜ急に？レジ打ちは苦手だから。できれば内勤がいいんだけど。内勤？お給料は月30万円からでよろしく。は？何があったんですか？実は離婚することになって家を追い出されて働き先を見つけなくてはいけなくて。離婚？どうしていきなり？まあ私のお金遣いの荒さとかめちゃくちゃ言われたわね。ちょっと高めのバッグやら車やら買っただけよ。私は悪くないわ。ホストも言ってましたよね。どうしてそれを？ナンバーワンホストのレイト君に貢ぎまくってるとか？なぜそれを？だって同じ地域に住んでるんですもの。噂って怖いですよ。まあそれはいいとして、とにかくお金が必要なのよ。それが人に物を頼む態度ですか？あれだけバカにしていた私に頼むんですから言う言葉があるでしょ。お願いします。何を？お願いします。雇ってください。ファイナルアンサー？もちろんファイナルアンサーです。もちろん。え？断る。え、ちょっと、なんでよ。何でもするから。あなたみたいな人を見下して喜ぶ人、我が社には必要ありません。お願い、心を入れ直すわ。今更遅いです。まあせいぜい就活頑張ってください。何よ。私言いましたよね。人を攻撃すると自分にいつか返ってくるって。ではもう連絡してこないでください。きその後リツコは親権を取られて離婚、貧乏人になってしまい、我が町には住めなくなって逃げるように出て行きました。今は田舎町で日雇い労働をしているみたいです。ホストクラブの借金もかなりあるんだとか。これが自称ママ友会の女王様の末路です。いくらお金を持っていても、所詮お金はお金、あまり調子に乗らない方が身のためですよね。どういうことか説明してくれる？何のこと？なんか怒ってる気がするんだけど、怖い。思い当たることならあるでしょ。というか、思い当たることしかないと思うけど。回りくどい言い方せずに早く言ったら？そういうところが嫌われるんだよ。別に桃香さんに嫌われてもどうでもいいかな。私だけの話じゃないし、視野が狭い人は嫌だな。話をそらさないで。私の車を勝手に使ったことを聞いてるんだけど、どういうつもりかな？貸してくれるって前言わなかったっけ？言ったことない。私あの車は家族以外乗せたことないし、友達乗せたり貸したりするときはもう一台の車があるから。キャーすごい。で、自慢？そうじゃなくて、あの車を桃香さんに貸すことは絶対にないって言ってるの。そうなんだ。でも乗れちゃったよ。だからそれを聞いてるんでしょ。私の名前は琴美。今 LINE をしているママ友の桃香さん。先日私の車に桃香さんが乗っているのを見つけ LINE をしました。本人は私が貸したと言っていますが、あの車はお気に入りで絶対に人に貸すことはありません。
私は車が趣味で2台所有しています。なぜ勝手に乗っていたのか問い詰めようと思って LINE をしたのですが。そんなこと言われてもわかんないよ。車に乗れちゃったんだもん。私の鍵を盗んだってこと？もしそうなら立派な犯罪だから警察に相談するけど。それくらいで？当たり前でしょ。でも私鍵盗んだりしてないよ。ちょっと乗せて欲しかっただけなの。もうしないから許して、デヘペロ。気持ち悪いから。ひどい。私たちママ友で仲良しじゃない。車に乗ったぐらい多めに見てよ。無理。というか私たちそんな言うほど仲良くないでしょ。私はマブたちだって思ってるよ。私は思ってないから。悲しいよ。だいたいさっきも言ったけど、あの車は人には貸してないの。私なりのこだわりがあるから。それでさっき聞いたよ。同じことを言うなんて、ことみさんはおっちょこちょいだな。ふざけてるの？そんなことしてないよ。怒らないで、ことみん。はあ、あと他にも言いたいことがあるんだけど。何？私また何かしちゃったのかな。思い当たることあるでしょ。よく考えてみて。だからその聞き方うざいってば。もしかして駐車場の件かにゃ？かにゃじゃなくて、まあそのことなんだけど。やった、当たった。当たった景品は何？景品とかあるわけないでしょ。どうしても欲しいって言うなら、ビンタという名の景品をお見舞いしてあげるけど。ならお断りする。私の駐車場を勝手に使ったよね。それも1日2日とかじゃなくて数ヶ月も。気づかない方が悪くない？っていうか数ヶ月も気づかないくらい駐車場使ってないんだから問題ないじゃん。問題ないわけないでしょ。だいたいあの駐車場ってさ、家の駐車場じゃないでしょ。ことみんの旦那さんお金持ちだから、駅近くに駐車場を借りれるなんていいな。それも3台も止めるスペースあるし、ちょっと借りても問題なくない？あの駐車場は私が仕事に行くときに使ってるの。数ヶ月間は会社の都合で勤務地が違って使ってないだけ。広さ的には確かに3台止めれるかもしれないけど、私の車大きいから2台しか無理。昨日車があって止めれなかった。そうだったの？ごめんね。言ってくれたら動かしたのに。私の駐車場使ってるの桃香さんだけじゃないよね。え？私の駐車場を勝手に他のママ友に貸してるって聞いた。だからその時も桃香さんの車じゃない車が2台止まってた。ありゃりゃ、そうだったんだ。それに聞いた話によると、お金まで取ってるんだって。駅近くの駐車場はみんな欲しがってるからね。ちょっと金額安めに設定して貸してあげてるな。貸してあげてるって、そこ私の駐車場なんだけど。それにお金を他の人から取るってどうなの？だってあそこの駐車場は旦那さんのものでしょ。は？車だってお家だって全部旦那さんのお金じゃん。それを我が物顔で琴美さんが意見するのはどうかと思う。傲慢さが出てるぞ。何言ってるの？事実でしょ。だから私は旦那さんに許可を取るから、それなら問題ないよね。もう隠す気もないんだね。何が？私の旦那と不倫してるよね。え、バレてたの？バレてないと思ったのに。やっぱりたっちゃんは嘘が下手くそだな。旦那以外にも桃香さんの対応とか見てたらすぐにわかるけどね。前から気づいてたの？うん、3ヶ月4ヶ月前くらいから。ぷっぷー。不倫は6ヶ月前からしてました。そうなんだ。もっと悔しがったりしないの？別にもう分かってたし。負け犬の遠吠えだ。あんなにお金持ちで可愛い旦那さん取られて、本当は腹渡にえくり返ってるくせに。あんな高級な車2台も買ってもらってさ、駐車場だって広いところを契約、お家だって豪邸じゃん。全部たっちゃんのおかげだよ。どういうこと？全部旦那のおかげ？当たり前じゃん。だってたっちゃんはあの大手企業の役員してるんでしょ。年収だって私じゃ想像できないくらいもらってるし。それ達也が言ったの？うん、そうだよ。自分でバカ正直に言っちゃうところがまた可愛いところなんだよね。天然というか守りたくなるっていうか。あ、もちろん金銭的には守ってもらうけどね。
なるほどね。旦那にはお金目当てで近づいたってこと？そうだよ。でも勘違いしないでよね。性格だってちゃんと好きになったんだから。でも桃香さん、旦那さんやお子さんだっているのに。旦那とは離婚したよ。え？そうなの？うん、ついこの間離婚が成立して、今引っ越し準備してるところ。知らなかった。だから琴美さんも早く引っ越しの準備しなね。なんで私も引っ越しの準備？もうわかんない。私はたっちゃんと再婚するから、その家に一緒に住むの。その時もちろん琴美さんは出ていかないとね。私は出ていかないよ。別にたっちゃんがいいなら3人で住んでもいいけどさ、気まずいのは琴美さんだと思うよ。とりあえず離婚だけよろしくね。不倫の証拠は集まったし別にいいけど。やったー、たっちゃん全然離婚しないから、しびれを切らせて私が言ってあげようと思ったの。別に言ってもらわなくても気づいてたけど。ならさっさと離婚してよね。だからわざと車に乗って気づかせようとしたんだ。へえ、そうなんだ。車の鍵は達也から借りたんでしょ？ピンポンピンポン、すごい名推理だね。私は鍵をなくしてないし、考えられるのはもうそこしかないでしょ。とりあえず早く離婚してね。はいはい。バイバイ負け犬、引っ越し準備ちゃんとしとけよ。おい、どういうこと？なんでまだ家出て行ってないの？あら、ももかちゃん、いつものぶりっ子口調はどうしたんでちゅか？そんなことどうでもいいから、早く引っ越ししてくれる？無理だって。出て行かないと本当に訴えるよ。同じママ友同士、それだけはしないであげようと思ったけど、そろそろ限界だから。だってこの家私の名義だもん。え？ついでに言えば車も全部私が買ったものだし。車も？そう、桃香さんが言ってた家も車も全部私のもの。たっちゃんがいいなら3人で住んでもいいよ。だっけ？その決定権あなたたちにないから。もちろん私はお断り。一緒の空気なんて1秒たりとも吸いたくない。嘘でしょ？だってたっちゃんはあの大手企業に勤めてるんだよ。琴美さんも同じくらい稼いでたってこと？なんで気づかないかな。大手企業に勤めてるのは私。へ？旦那はアルバイトだし。アルバイト？どういうこと？旦那はまああの可愛い感じの性格じゃん。私もあの性格に騙されて結婚したんだけど、結婚してからも特に変わる様子はなくて、家でゴロゴロ正社員にもならない、子供の面倒を見てもらいながらアルバイトしてもらってたんだけど。聞いてない？聞いてないし、聞いてたら絶対に離婚なんてしなかった。達也も離婚したくないって泣き叫んだけど、証拠も全部揃ってたし離婚は決定。桃香さんのところには渋々行くって言ってたよ。嘘でしょ？本当に全部嘘だったの？あいつに騙されちゃダメだよ。慣れたらわかるけど、あの可愛いのキャラでやってるから。私も結婚した後に気づいたんだけどさ、演技力高すぎ。仕事は僕に任せてって言ってくれてたのも、頼りないかもしれないけど僕が君を守るって言ってくれてたのも全部演技なの？全部同じことを私にも言ってるから。そんな、わざわざ高収入の旦那さんと別れてバイト男と再婚なんて、桃香さんは変わり者だね。いらない、クーリングオフする。無理でしょ。それにもう再婚したんだし、3ヶ月経ってすぐ再婚したらしいね。なんで知ってるの？再婚したタイミングで言おうと思ってたから。勘違いしてるみたいだったし、逃げられない状態になってからカミングアウト、自業自得だよね。最低最低最低！あんたも達也もありえないんだけど。勝手に勘違いしたのは桃香さんでしょ。私は知らない。どうしてくれるの？どう責任取るつもり？慰謝料請求するから。どうぞ。慰謝料払うのは桃香さんと達也だけどね。これからのことは弁護士を通じてよろしく。いいもん、あの駐車場で大儲けするから。毎日みんなに高値で駐車場貸してやる。何言ってんの？あそこの駐車場も私のだよ。あそこも？次同じことしてたら本当に警察呼ぶから。というかみんなには謝ってちゃんとお金返した方がいいよ。そんな、私の大儲け計画が。これからは借金地獄頑張ってね。い
いやー、桃香さんは達也と再婚しましたが、やはりうまくいかなかったようです。お金はなく、バイト収入しかない達也と喧嘩の毎日、他のママ友からはもちろん避けられることになり、居づらくなったのか、二人とも引っ越ししていきました。桃香さんは達也と離婚したいと言っていましたが、働きたくない達也は絶対に承諾しないでしょう。優しく勤勉な旦那さんをバイト男のために捨てることになるなんて思ってもいなかったでしょう。皆さんもこんな勘違いママ友にはご注意を。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。